大分市の県立美術館では2機会大分支部の会員19人が制作した絵画や彫刻合わせて42点が展示されていますこのうち山崎哲一郎さんの作品は恐竜の化石などを描いていて古代から現代に至るまでの生物の進化の過程が1枚の絵に収められています また、色鉛筆を駆使して描いた池辺俊幸さんの作品は、頻発する自然災害への恐ろしさを不安そうに空を見上げる犬の表情を通して緻密に表現しています。この作品展は今月10日まで大分市の県立美術館で開かれていて、優れた作品は10月に東京で開かれる2期展の本店に出品されます。